はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験面接、面接対策受け答えについてその1です。それでは西荻フレンドリースクール室長の近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、面接の本とか見た方から来るよく質問なんですけど、これどう答えていいかがよくわからないのかもよく聞かれますけどね。まあその1はそれじゃないんですけど。違うんですね。はい、何でしょう。例えば簡単なことなんですけど、そうね、名前をね、名前を教えてくださいっていうのに、大抵ね10人聞いたらね8人はやりますね。例えば、私の名前はとかね。そう。まあ松浦亮だったらあれだけど、こう名字が2文字ぐらいで、はい、こう名前がもっと長かったりとか、例えばなんだろうな、岡とか2文字、名字が短い、で岡本子とかいう人がいると、はい、ね、お名前教えてください、岡本子。ああ、はいはいはい、ちょっとどこがどこまでが名字かね、岡本さんなのか、ね、そう、岡本さんなのか、はい、子さんだと、そう、ね、ちょっとね、絶対分からないと思う、岡本子って言われたらね、確かに確かに、だから今子供たちに言ってるんだけど、名前は例えば岡、ね、本子って言うんだったら、うんうん、ね、お名前教えてください、岡本子じゃなくて、うんうんうん、岡本子です、うんうん、その名字と名前の間を分けろって言ったんですよ。確かにね、ダラダラダラって喋って何が何だか分かんないことってよくありますもんね。まず名前から分かんないんですよ、うん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 、だから必ず名前を言うときには、ね、名字を言ったら1秒か2秒空けて名前を言った方がいいって言ってるんですけどね、うんうんうん、確かにね、ダラダラダラって喋り方する方多いですもんね。 そうそうそう、うん、それでこう学校が文字が悪いから結構ね、はい、名前と住所と電話番号と幼稚園の名前を言ってくださいって、そこまで一気に言うところがあるんですよ、うんうんうん、でもそういうのにも対応していくようにならないと、例えば住所言って、うんうん、ね、次電話番号って言われてるんだから電話番号言って、でもそこそこね、もうそこだけでも住所をね結構長々と 言って、はい、それからまあ今時携帯番号でもお父さんとお母さんの携帯番号言ったりして、まあ私なんか聞いてる方はどっちが一個でもいいんだけどなと思うけど、でもまあ点を稼ぐとしたらお父さんとお母さん両方言えたらまあベストかな、長いけどって、それでそこでやめちゃったら、そうね、まだもう一個質問残ってるもんね、点が減らされていくっていうのかな。で幼稚園で別に幼稚園の名前はないないで、それをいちいちね、名前は何々です、住所は何々です、それから電話番号は何々です、幼稚園の名前は何々ですなんてね、やっぱそういうふうに言う言い方がいいかと思うけど、でも先生にしてみたらそれはいらないと、まどろっこしいぜ、必要なのは名前と住所と電話番号と幼稚園の名前が聞きたいわけだから、うん、それだけの情報を入れればいいってことなんですよね。そういうと全部私のって入れちゃう人もいますよね。そう、私の名前は松浦亮です。そう言えばいいと思ってるのが私の名前。私の家の住所は東京都やららくみたいな、ね。さすがにそれには飽きられますよね。うんうん、だから名前はじゃなくて、名前は例えば岡本子です。ね、東京都杉並区西荻北 3-16-3 ってね、はい、3-16-303-3390-0750です、はい、西荻フレンドリースクールです、うんうん、こうやって、これが一番正解ですよ ね、 そうですね、ちょっと間を空けるようにしてね、先生はよく聞こえてるし、うんうん、そういうのってすごくやっぱりたったその冒頭なんですけど、はい、でお誕生日、まあで、まあ、そこで終わればお誕生日を教えてくださいって言ったら2000何年とか、うんうん、まあ、平成何年とかでね、うんうん、必ずつけて何々生まれですっていうことって大事、はい、ただそこにその時にお誕生日教えてくださいって聞かれるとみんな思って練習してますよね、うんうん、でも時々
何月生まれですかって聞かれる。ああ、ドキッとしちゃいますね。そう、それを何月何日何曜日ですって言ったらそれはもうお門違い。そうね、うん、10月生まれです、ね、聞かれてるのは月ですもんね。そうなの、うん、そういうのも結構引っ掛けになってるから、ちゃんと聞けてるかなって、そう、気をつけた方がいいなって、うん、はい、思いますね。はい、だからその辺が、うん、まあ重点的な、まず子供のね、うん、最初の冒頭、もう基礎の基礎ってですね、基本の基ってやつですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次はその2かな。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。それでは教室からのお知らせです。面接関連なので面接からいきましょう。フレンドリースクールでは面接特訓コース受付をしております。面接の練習したいですよという方はね、ぜひお問い合わせください。お子様に特化した内容でも大丈夫、ご両親に特化した内容でも大丈夫ですし、それぞれね、どのような練習したいか言っていただければね、この60分間最大限活用できるような形で設計しますので、まずはお問い合わせください。願書添削、西荻願書クリニック、こちらも現在も受付中です。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に、行っております。ズーム、スカイプなどもできますので、遠方にお住まいの方などもね、お気軽にご相談ください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。ドコモ、ソフトバンク、au などのキャリア系のメールアドレスの場合、送受信が失敗することが、何件か報告されております。送ったけど返信ないよという方は大変恐縮ですが、お電話や、パソコンのメールとかね、別のアドレスでちょっと改めてお問い合わせいただければと思います。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験をはじめとし、さまざまなテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想も大歓迎です。またチャンネル登録や、高評価もいただけますと、励みになります。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。